ラリー・ディ・マジオは、アメリカ合衆国ニューヨーク生まれの実業家、技術者、ミュージシャン、写真家、楽器部品メーカーディ・マジオの創立者、イタリア系移民の子供として生まれる。カトリック系スクールを経て、ブルックリン・テクニカル・ハイスクールで、エレクトロニック・エンジニアリングを学ぶ。その後、ニューヨーク市立大学で音楽を学ぶ。また、13歳でギターを始め、16歳からプロとしての、 活動も行っていた。大学卒業後は、プロのギタリストとして活動する傍ら、ギター講師やギターの修理、ギターのピックアップの制作などを行っていた。1975年、楽器部品メーカー、ディマジオ社創業、ギブソンのハムバッキングピックアップのクローンを開発したことで、ディマジオは一般的な認知を得る。ラリーによると、ギブソン社のオリジナルハムバッカーは、 名称としては同じでかつ、同年代に生産されたものでも、パーツや構成部品は様々であって、それでもそれらは同様な音質になるとしている。それは、負の謎の一つであるらしい。その生産によるものが、ミュージシャンの好む音であるというのは、それに対してそのことを、彼なりに理論付けているようである。ディマジオ社の広告制作がきっかけで、写真撮影が趣味となり、 自社広告や雑誌写真を手掛ける。後に専門学校でファッション写真を学び、モデルエージェンシーで写真家としての仕事もこなすようになる。また、ミュージシャンの写真集も発表している。ありがとうございます。